山宏のピカイチラジオ。さあ金曜日の夜やってまいりました。皆さんこんばんは山宏です。こんばんは吉本新喜劇のスッチーです。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。まずまあ今日はいろいろちょっと話したいことあるんですけどまずは本当にあの私の弟分がはいねえ今度おめでたいはい優勝しましてギャロップさんはいありがたい話であのランちゃんがはいこの番組のねはいあれはツイッターそうですね。 スッチーさんがお休みした時に林さんがピンチヒーターで来られてうん、うん、はい私の前も山博さん右も山博さんっていうね、うん、はい、はい、あの写真拡散してこのスタジオに二人並んでる写真が、うん、はいバズったんじゃないですか,なんかこ,こういう時言うんですよねバズった <laughs> <laughs> バズったっていうのは <laughs> バズった, <laughs> バズったこれが見事にバズりましてですねあのいろんなところで反響を読んで、うん あのスポーツ新聞なんかも電子版で取り上げてくれて、はあ、ネットニュースにもなるという本当にあの左側の人アナウンサーの人でしょって言った人たちがいるっていうことですね。いましたよね。はい、実際いろいろ言われれはしましたけど、はい、いやほんまにそんなに似てんのかなと思うんですけど、うん、どうですかね正直なところ。 ま年齢差があるんで本当にそばで見りゃ違うんですけどでもこう記憶の中で思い浮かべたときに同じシルエットですよね形一緒ですもん形とか言うなお店で人間やお店で二つ並んでたら間違って買う人おるおう気持いやん山宏さん思ったらあの林を林を思ったら山宏さんこうてたみたいなは絶対あるなんか嬉しくもなんともないけどもそんなにえそうですかお前になるんだ林 その方やっぱ二十ぐらい若いでしょ。二十近くまじ四十半ばかな今。かな。ぐらい思うんですよね。まあ十七八。肌ツヤとかそう全然違う。残ってる毛の色や太さもやっぱそれ違うんですけど。まあそうですよね。でも形はやっぱり一緒一緒。そうか。はい。フォルムね。はい。うんであのよく言われるのが彼もほんまに僕に間違えられたこともあるしは僕は配属にあんまり間違えられたことはないんやけど必ず あのギャロップ林の名前がいろんなところで出てくるのも事実で。うん、だから の時の漫才 s e c コンドの冒頭でも「お先げさせてもうてます」っていうのも講演会でも僕いつも冒頭でそれ言うしどっちがどっちか分かんないやんかどっちがお先やっこといまあでもお先はもう山宏さんですからね年齢的には僕がお先にげさせてもうてるんですけれども45歳ですって45ですか16歳違うんですね これでね仕事とかも増えるでしょうしいちょっと正直ねちょっと心配してて去年の10月か11月に一緒に2人でご飯食べた時にもう年末とかはほとんど劇場 NGK とかそういうところでも出番がなくてって毛利君が「ザ・セコンドでの優勝した後のコメントでも言ってたほんり回数は減ってたと。 戦いですからね、取り合いいとうかね若手もどんどんいっぱい出てくるし、東京からも読んだりするじゃないですか、でもそんな中で、ザ・セコンドで取ったっていうことで、仕事増えるでしょう、それが嬉しいなだって西成とか大正区のホルモンの美味しい店ばっかり僕に教えてくれてて、それ買いに行ったら、もうほんま安いやんとうまいけどね。 ほんまに好きで独り身でねえ離婚もしてって「大丈夫かい?」って言ってたらなんとねえびっくりやんこれ最高までしたねすごいですねいやほんまツイッターかな僕も見たけどうわかったなっいうんでまああれ撮る前やしうんんかすごいんかね奥さんよさそうな人やしねかわいらしいチャーミングなほんまにだいぶ若いで 若いんゃう本人から聞いてないのよ、写真の感じ、聞いておいてくださいよ、報告なかったんですか、お兄さんには。兄さん報告なかった発表の2日ぐらい前に、女と男、一川君と和田ちゃん、それからスパンの2人、一緒にご飯食べて、彼らは同じ漫才師仲間やから、内々で聞いてて、もう発表になりますって、和牛の水田君も発表を同じ日にするんで。 分多分それで林く君の記事はちっちゃなると思いますけどって言ってた案の定ほとんど出てけえけどそれは聞いてたんです僕は全然聞いてなくてメールもしたんですけどね「t h e s e c o 買った時は2番目やからセカンド一発目に引っかかったんですけどまあええわと思ったら連発するからもうしゃあないなみたいな。 <laughs> あのー、ちょっとこれ、終わってから言ってもええんやけど、はあ、今言っとくわ。はあ あのトークバックでこっちに言ってくれたらええやん。うん、<laughs> なんで古川さんにそれを言って僕が3回も4回も言った後恥ずかしい思いをするっていうここで言おうか、ね、な、うん、まあいいか日本語と英語の微妙な違いやし、うんね、だからまあ多分ランちゃん的には古川さんに一番恥ずいいタイミングで言ってくださもうほんまにずたずたやわ自分の気持ちが。 ザセコカ・セカンドを優勝したときにもう優勝っていう瞬間でメールしたけど、はい、次の日はやっぱり9時朝の9時ぐらいやったんですよ、うん、返信は、うん、ありがとうございますって、まあ、忙しいやろうし、うん、それで水曜日に結婚のことを知ってメール送ったんですけど、うん、それには返信ないねん。 やもうものすごい多いんちゃいますいろいろに結婚も含めて分かるようになってる今一番しんどいしんどいとか忙しいバタバタとちょっとほっといてあげたほうがいいねまあまあ落ち着きはねいつか落ち着きますまあまあめでたい話なので2つ重なってよかったなとであつられて僕も有名になったら嬉しいな全国でとりあえずバズってますからねバズってるんですす。 その報告はまずいとかなあかんというのと、はいはい、先週はほんすますんませんでしたねあの補修まで、はい、えっと設けてもらって、はいえー、あれは山本社交クラブでいただいた、えー、体験談で、はい、夫婦での、はい、まあその何ていうのをいわゆる性生活を、うん、報告してきてくれて、はい、でなんかちょっと変な方向に。 その後の後トークがなっていったことは、はい、本当に僕も反省してるしで後で聞き直したんですけど、はい、ちょっと正直に言うとですねあれあの話を古川さんが呼んでくれてるのを聞いてる時は、はい、あってたんですよ、はい、そこまで良かって、はい、話し出してからなんかごめんちょっと考え事してん にちょっとこ言えませんけど、ほんまにちょっと考え事してしまうんで。って言われたら、もうすごく気になりますねまぁまあ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 そういう、その手のことではあるんですけども、でも面白い話じゃないんで、あえて言いませんけど、ただちょっとそれはよぎって、ちょっと気になってる時に、なんかずっとスッ話してる時やったんですよ。って、なんか、あ合わさなあかんなと思って。 だって言っっったののが、うん、あお前分かててへんのっていうことになっちゃってたんで僕も最初から攻め合いやなってうん、うん、先行後校やねんなとは理解してたんですけど、うん、あ話これ変わってんねやと思って、うん、勝手に1人でやり合いっこするっていう、うん、方向で僕は話を持っていっちゃってたんで <laughs> うん、うん、ちょっとあのラジオを聴きの皆さんには、うんえ「ごめんなさい」って、はい。うん なんなんやな、こう髪をてないなっていうような髪をてないというよりかはなん<え>やろう、うん、そのあそっち想像してた<え>みたいな意外でしたね。ね。ねう えちょっとこの場を借りてちょっとボード謝っとかなくなってそして本番中に違うこと考えてるんやってことは今分かりましたその時だけやで古川さん違うエロいことを考えてるエロい話を聞きながらあいやええすげえなって思いまし違うエロいまではいかへんってすげえなこのおっさんいや違うでてだエロい話えらエロいことだって言えるもんさすがやなっていう違うなあんまりしょうもないことやねんけどこうふっと考えてしもててまあえは今。 しゃべってくれてるかなと思って、ね、<laughs> 話合わせたつもりが、うん、えどうですかってなってんか泥沼にはまっていってしまったっていうのが真相でした、うんはい、補修まで儲けてもらってありがとうございました。はいはいまあ、補修もねね大なワードが飛び交う ことになっておりましたね。あ、そうですね。でも、まあ、あれぐらいはいいんでしょう。まあ、いいでしょう。だんだんマにしてきてるから。そうですね。そうですね。とね、どの辺までオッケーやったんやろっていう、そのラインが、おい、わからな。そうですね。はい。まあ、まあ、いいんじゃないですか。はい。まあ、もう、皆さんも期待してくださっていることですし。そうですね。はい。で、はい。また、あの、お、先々週ですね。大人の勉強会をいたしまして。はい。 お客さんが多く訪れていただいているのではないかと思っていたのですが大阪に用があったので帰りに買取マックス難破店に行ってきました<ー>というハード寄りのメロオールマイティの一味どっしり構える古川恵子さんが行ってきてさいました <laughs> <の>ラジオネームね。うん 稲葉さんいるかなメロちゃんは一味ち,ちゃんは、うん、と思うと初めてエロ本をを買ったた中二の時を思い出ししド <laughs> ドキドキマックスでした、うん、あまりの品ぞろえになかなか商品にたどり着けず、うん、店員さんに「ラジオでやってた商品一味さんは?」と声をかけると「うん、そんな方が大勢来ているのか?」慣れた感じで。うん どの商品ですかとスマホ画面を指差し「今日は一見さんはいません」と言われ、うん、少しがっかりしながら予算の都合でリップを3本購入、うんうん、ステッカーをもらい帰りました、うんうん、場所柄なのかカップル女性外国人のお客さんも来店していてそれもドキドキでした、うん、また行きたいと思います、うん、ありがとうがたいです。 リップこあそこに持ってきてたらちょっと熱くなって甘い。 あ、じゃ、ちょっと会えなかったんですね。一見さんとはいないですね。僕は今日お三人さんにお会いしてきました。僕は今日。そうですか。千葉公平と一緒に。行ってきました。はそうですか。まず一階で。すみません。稲葉さんはさあ。稲葉、えっとね、三階ですね。言われて。で、三階行ったら、いらっしゃって。ございます。言って。 で今日は実はあの SV なんたら、はい、あの山宏さんに頼まれてたた、はい、買いに来まして「はい、あーはは,は,はみたいな「はい、であのー、女性2人は」言、はい、ったら「今は3回か 5, あ5回かな」みたいな感じになって、はいで「ちょっとお会いしてきます」って,って<う>そこからまた上がって<う>はいで5回でもいなかったのでお声掛けしたらえー ちょって本物やってちょっとこっちがここにほんまにいてあるんやってなりますねそんならえそんで一緒に3階降りたんかないやちゃうわその5階でもうここで売ってるから言ってで実際商品見してもうてあ山根さんこれや言ってで3階でお会計その時に前回持っていこう思ったけどまだメーカーさんが発売前やからまだちょっと微妙やしって あのほんまこれ持ってきたかったんですっていう新商品も見せてもらって<ー>すっごいの見せてもらいました全然違うんですか、ま、いやあのー、前タップ機能があったやつあったじゃないですかあれと要はもう攻めるとこは一緒なんですけど、うん、なんて言うたらやるな持つところはビールのジョッキの持つところもうちょっとふとした感じで そこからねジョッキはないんですけどグイーンと下に角みたいなのが伸びた感じ下から上の方にグイッとその動きがねほんとね下から上をね突き上げるようななんかねこうなんていうねかき上げるといいかき上げるあの時のタップはそのままの状態ででもまあ棒はそのままなんですけど動きがね もっとこう持ち上げるような、<ー>うん、だいぶ荒い感じです。けど荒い感じのすごい感じでしたね。<おー> <laughs> まあ、でも、段階あるんでしょうね。段階はありますね。はい、だいたい長押し、うん、でから、他のとこ押したら、その強さが変わる。変わっていく。はい、ったそれはもう見ただけで、すごいですね、とは。 言っときましたけど。なるほどはいあのお二人はこれすごいですよやばいですよとはおっしゃってましたやばいはほんで SV なんちゃら買ってきました A4 にしましたええ a とかあるんですかええ ?A5 円いただきますきっちり七千円のきっちり七千円の領収証でまあ開けてもらおうかなほんでね新色はいあのそそうう色ね。色本来な黒やったんですよはいね。新色がええ黄色っぽいやつもうほんまねあの なんやろうなほんまに濃い黄色こういう感じはい、はい、それとカーキみたいなの、うん、で、サンドベージュっていう白っぽいやつおしゃれおしゃれサンドベージュにしましたお,おしゃれちょ,っな <laughs> ちょっと黒い袋に入れてくれる英法、はい、というのは、はい、あのパワーがすごいと<ー>どっちがいいかないからもう女性お二人が声を揃えてこっちの方がいいと大きさは本当にね 長方形で縦がまあ5ンチ、横が8ンチぐらいかないうぐらいのものなんですけどいやピッチリラッピングしてどう開けたらえやそんな苦手そうですよねでこれはその充電器もとてもコンパクトで中にもう入ってるんですか入ってる充電器も本当と2 3ンチぐらいでその先を本体に突き刺すともうそっちと逆の方はえっと何て言うんですか のあれ USB USB が出てけな情けないの感じでしかもコンパクトに充電器もちっちゃいケースにほんまにフリスクぐらいの大きさのケースにいに全てが入るフリスクよりちょっと大きいかなケースを開けますはい箱を開けます

オープン。テンション。ああ、そうや。ああ、あ、いい色ですね。サンドベージュっていうか、本当。はい。ちょっとだけ。なんていうの、グレーよりの。白に近い。そうですね。はい。うん。の真ん中のボタンを長押ししてください。えっと、今から長押しします。はい。えっと、音が聞こえると思います。はい。いきます。聞こえます。 聞こえるらしい。確かにね。かにで,でそれを真ん中のボタンをポンポンと押していくと、うん、強くなった。で強マックスになると次はリズムになります。うわも持ってる持ってるってがものすごい。これ多分マックスです。次リズム。ああリズムだ。ああリズ,リズムが三パターンございます。あ,あやめてください。はまたリズム変わった。はい

長押しすると止まりましたいわゆる線抜きみたいな当に。いやこれはそうやけど持ってるだけで今まだ手がジーンとなかなかパワフルだとパワフルですね色もいいでしょいい色ですいい色です上品なね充電器も横にちっちゃいとこあるでしょ横に。 よこれ。はいそこに差し込んであっこれにちっちゃいこういう感じで差し込んではいまあ向きがありますけどもねであと USB こうちゃんであういやあいいやないやいやどうもお手持ちのでねコンセント入れてうん。はあえ何これ 誕生日のプレゼント。いやいや <laughs> 領収書、領収書。長い。七千円、七千円。七千払えまがら。次からも誕生日ああそこのばっかりになるやろうな。<laughs> そうですね。あの中からかしかももう心強いアドバイザーがね。そうなんですよ。ね、いつ行ってもね,ね。いつ行ってもいらっ,いらっしゃるっていう。<laughs> はい、生々しいな。ほんまに現金渡しました。今、アクリル板の上を現金が飛び交っております。五千円と千円二枚が。五千円札が。いいですね。さあ、それで、これを五つ使うかい。そうなんですよ。どうなんす。どうなんすね。数年とね。こうはええけど、見て、ランチャー横向いて地元あるから。考えたくもない。うん、そうやな。想像したくないやろな。まあ、言ってみたら、僕なんて。え 先週使いまして言われてもねただね持ってるっていうだけで次この話になった時に「ああはいはい知ってるよ」って言えるやんかそうですねほんでもしカバンに入ってたら「これすごいんだよ」ってそうでしょ何があるか分かります何があるか分かりますねまあ飲みに行ってもみんなに男友達とかにも「これ知ってるか?」って言ってとりあえずこれを聞いていたお友達たちは次見たろうと思ってそうですね ありがた話非常にコンパクトでしかもも見た目もおしゃれになってる。ああ、スタですね。はい、もう昔とは違うなという。なるほど。はい。グロテスクなものは全然ないです。はい。ああ、珍が出てるもんですね。本当にね。そうよ。S V R と書いてある。はい。S V R プラスプラスプラス。英方ですわ。英方か。最新。 最新だと思います。これ最新。現段階で。この形では最新です、ね。最新だと思います。新色です。新色はい これをまた僕の友達でもいいですし使いたいっていう人がいたらね使わせてあげてもいいと思います。っていうか自分で使う機会がないまあ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 それを持ってることでそういう機会があればなっていう気持ちがちょっとねそうですね高まっていくんじゃないかなと思いますよね。 わざわざ、ありがとうございました。はいね、え、自分用のは、本当に何も買わなかったんですか?。はい、買ってないです。あら、まあ、まあ、いつでもいけるから。えー、千葉君はどうしようかなっつって、うん、同じのを買ってました。お <laughs> お。い<お> <laughs> うてもた。うん。でも、これどうすんだろうみたいな。でも、一応ちょっと買っとこうみたいな。<laughs> <ー> <laughs> なるほど。はい。 <laughs> じゃあ同じものを持ってるわけですね。<番>色どうやったかな。色違ってう。色同じやったね。色まで一緒な。おそろおそろ。うん。<laughs> やったような気がするな。あ 千葉さんはね、うん、言うても独身ですからねま仲間を増やしていこうとね。いうふうに思っております、ねはい、ありがとうございます、はい、じゃあ機嫌よく始めましょうか、はいうん、はい、今週も各コーナーございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した新たしいモンスターの報告をお待ちしております そして山本社交クラブ皆さんはどうお過ごしなのか皆さんの恋の話教えてくださいピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントします 山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています。はい、送ってこられると何かと困るという方は、辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、yama.mbs1179.com、yama.mbs1179.com、 ファックスは大90 90、大阪零六六八零九の九零九零、大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山、山一一七九ギャロップ林さんの写真も載っております。<laughs> そして、番組の公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージ、お待ちしております。 山広のピカイチラジオは山広と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で AM1179FM906 の MBS ラジオからお送りしています怒りの投稿街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペンシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます京都の世界のお尻さんが見つけたモンスターです、はい、私はよく美術展の会場係員のボランティアを務めています<ー>美術展の会場はモンスターの保護です 50歳くらいのポロシャツを着たおっさん美術に対して関心がなく招待券をもらったのでギリできたという雰囲気ですが <laughs>、うん、赤い顔をしていることからおそらくすでに少々お酒が入っているのでしょうか、うん、展示品の貴重な陶磁器を見るや大声を上げます、うん、こんなんほんまに値打ちあるんかいなわしの家の台所にもあるわ <laughs> あれを持ってきて並べといても誰も違うってわからんやろ と騒いでいました。まああるあるかもしれないですね。美術館のあれって結構なんか集客っていうか来てもらいたいからいろんなお店通じてとか知り合いからもらったりしません？招待券ねとか割引券とかねもらいますね。見ない人は行ったあかんな。いやいやあの例えばそういう知識が全くなくても。 なんかどんなんやろうってこう興味を持って行く分にはいいじゃないですか、うん、こいつ興味ないプラスなんかちょっと茶化したろうみたいな最初から干渉する気はないんですよね、うん、見に来てる人かららしたら 邪魔ですよあげくお酒入ってたりなんかするとよくあるじゃないですか「こっから前に出てはいけません」とか「美術品なんてほぼほぼこれに触れないでください」っていうのにお酒入っててトラブルになってる人ね触れたりしてからて「えっ見てねこれぐらいやったら書けるわ」とかねおもろい思うとんでしょうね。おもろろいとと思っってわざ声張たりするやう おもろないね。全然おもんないね, <laughs> ね。静かにしてください。うんね、頼みますわ。ほんまにね。東大阪の城野内さんが見つけたモンスターです。<laughs> はい、私は韓国料理店でアルバイトをしています。お酒は提供していますが、居酒屋というよりも、食べ物をメインに来店されるお客様が多い店です。うんうん、ある日。 社会人の団体のお客様が来られたのですが個室でもなく他のお客様が隣にいるのにもかかわらず大声で話して盛り上がっておられました、うん、他のお客様にあそこ賑やかですねと言われるほどうるさいお客様でした店員全員が困り果てていたのですがついに店側に何の許可もなくクラッカーを鳴らして社員をお祝いする というあまりにも非常識なことをされました<ー>他のお客様も店員もみんなびっくりして注目を集めているにもかかわらず平気で飲み会を続けていましたこのようなお客様が減ってくれることを願うばかりですもうそうなると例えばクラッカーまで行っちゃうと、うん、そこでやめてくださいって言ったら、うん、まあ グループでしょう。一、はい、人二人がねえっていう人間は必ずおるね。うん、ねでしょうね。くら必ずくらいですからね。一般難儀。<laughs> そのね、そのお祝いしたい、うんうん、気持ちはあるんでしょうけど、そうやったらそういう場所、個室、ちゃんとね、ちゃんと。そうですね。違うお客さんいるとこはね。うもうどうしようもないね。こういうグループはね。 あの全体として皆さん声のボリュームを大きい団体とかねいるいるそれで寄ってくると余計ね、はい、難しいなこれ注意するタイミングも難しいしまあできたら声が大きい時にちょっとあの周りの方にあ「あれなんで静かにしてくださいって、ね」っと,とかねやっぱただでさやっぱお酒入って仲間内で飲んでたらいつもよりちょっと声 大きなってるじゃないですあ次の日ちょっと声枯れてんなみたいなちょっと大きな声で喋ってたからやなってあるんですけどさらにこのテンション高いわけでしょうるさかったやろな不思議なのかなそういう声が次の日ねちょっと枯れてんなと思うぐらいみんな声張って喋る時って店全体がそういうんか喧騒というか確かにそうですねなってる時には「ああお前は何だか」っいっていろんな声してるな 多分ここだけが異様に盛り上がってたんじゃ、うん、そね。はいうん、そうやろうな。 出版難儀な立ちの悪いグループやねんなでもだからといってまあ売り上げやからなお客様はねお客様ですからね酒酒で前で儲けるからね飲み屋さんはまあ何やろなけ品なことを言うてるわけでもなけや喧嘩してるんでもないとちょっとその言いにくいはありますよねお祝いですしねクラッカーがいいタイミングやなでもやっぱり考えたらさすがにクラッカーはやめこれ やめてくださいと言えるやんなった後やけどまだ持ってた場合あれびっくりするしね全然関係ないんですけどうちクラッカーがなんか十個ぐらい家にあってどうしようかなと思って捨てるに捨てられへんし奈良さんとしょうがないですねあれずっとあんの もうだいぶ長いこと置いてて<ー>で家の中でそんなそう内装あぐこともないし<ー>あれはどう処分したもんですか、ね、10個ぐらいあるの10個だから、はい、なんかパックになってるじゃないですか、うん、5個ぐらいあ,<ー>あれが2つぐらいあって。うん どうしよう今思い出した。今度この番組持ってきてみんなでやってもらいます。何か使おうよ。何かしらあの無理やりめでたいこと言って。そうやね。いいですか。だからめでたいお話を募集してもいいし。なるほど。うん。

<laughs> もう一つ行きましょうか、はい、京都の和紙さんが見つけたモンスターです、はい、それは私の古紀間近の父です、うん、父は昔から勉強面でも生活面でも褒めるのが下手、うん、バカにしてからかう癖があります、うん、そんな父も初孫である私の8歳の息子には優しい かとと思いいききや、うん、できないところを見るとからかう時があります、うん、先日ビデオ通話中に息子が「じいちゃん見て」と輪ゴム鉄砲で的を当てるのを見せていると、はい、まあまあ離れたところの的に当てて喜んでいました、うん、が父は「まぐれちゃうかもう一回やってみ当たらんかったらまぐれやで」とやってみたら当たりませんでした、うん、すると「ほらやっぱりまぐれややいやいや」 とからかって笑うのです、うん、自分だけでなく我が子にもされると猛烈に腹が立ちました、うん、小学校でもからかったりする子がいるので普段から人の気持ちがわからない話の通じない奴とは距離を取ったらいいと子供には言っていますが、うん、まさか自分のおじいちゃんがこれでは遠くに住んでいるのですが来月数年ぶりに会うことになりましたうもう今から気が重いですんまた何か言うやろうねこれ <laughs> です。なんか見つけてね 楽しい親しみを込めてるつもりなんですけどねご本人はねお子さんからしたらそれは長年あったからイラっとするんでしょうねいいけずや意外とお孫さんはそのノリがおうてたらいいんですけどねいええけどめったにないんちゃうそこでピタッと今時の子はね褒められ慣れてますからねうん んかやり返すかですねやり返すおじいちゃんに何か言うかもうそんなんやめときなもうやり返す事前に子供にはそういうおじいちゃんやからうんでやろう言っといた方がええかってなほんならまあそれで免疫できたらええなほかで行って意地悪とかうん なんか言われた時でも慣れっこになってるやんか。まあ言われた時の返しをちゃんと教育しておくとかね。返しとかね。俺あかんわ絶対切れてたよ。孫やったら自分がそんなおじいちゃん。世の中出たらでももっとなんか怖いってやつおるから。そうそうほんまそれになれるという意味では身内でね練習してね。そんな言われた時はこう返しとこうみたいな。 うん、いいと思いますよ練習になればねそう思って迎えてください、うんうん、うそういう人は癖治りませんからね <laughs> 絶対一言言うねん皆さんもいろんなところで出会ったモンスター情報をお待ちしております今日の一曲ですが「山広会議」で久しぶりに歌いましたね吉田拓郎さんの「たどり着いたらいつも雨降り」という曲なんですけども作詞作曲はその吉田拓郎さんで,で最初に歌ったのは「ザ・モップス」という。 えー、鈴木宏光さんねそのひろみつさんって何でこの人の方を今日かきたいなと思ったかというとこの人が僕をラジオの魅力とかですね、うん、音楽の魅力とか、うん、それからグルメの魅力こういったものをですね教えてくれた1人だからなんですよね、うん、もう亡くなってますけれども「ザ、うん・モップスでたどり着いたらいつも雨降り。 山広のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています山本社交クラブさあ行きますかはいえっと高年期の疑いありさんという職場にとてもいい感じの人がいて、はい、手だけつなぎたいと、うん、電柱から電柱までで私らはそんなそこで終われへんでと言っていたら つなぎましたよと、うん、聞きましたよね報告がね、うん、で,で相手の方もこのラジオを聞いていて<あ>僕の気持ちをそのまま言ってるような投稿があったあ,<ー>あれ私だったのっていうのが前回でございましたまた続報が来ておりますうん、うん、電柱から電柱の私ですその後のことを簡潔に書かせていただきます <laughs>、はい、お互いつないだ手を離せなくなった後優しくハグされ これれが精一杯と言われましたもちろんそんなことも予想していなかったのでハグは一瞬だったのにスローモーションで体と気持ちが離れ離れに落ちていくような感覚でした「これが精一杯その先には進んではいけない」と話しながら人と車が行き交う場所から離れ暗がりを探し行き着いたのが 壁壁と壁の間 <laughs> およそ70センチ、うん、中年男女が暗がりの7 0ンチの隙間に体をねじ込み唇を重ねているだなんて通行人の誰一人思ってもいなかったでしょう、うん、その時は周りが見えていないほどお互い興奮しておりましたが今冷静に思い出しては2人で大笑いしています。うん、そそのの日から以以降ははれ以上のことはなく 今後も最後までいすことはなく、うん、です私自身も A さんも最後までのことは望んでおりません、うん、ご期待に添えずですが私たちの場合はお互いのことを大切に思っているからこそ これ以上はやめようと相手に言えるのが一つの大人の愛情表現だと話し合いました、うん、それでも十分に幸せホルモンセロトニンが働き更年期のさまざまな症状を緩和してくれていますれ初回の投稿の内容で、うん、大人の恋愛は何から始まるかと質問させていただいておりました、うん、この度の個人の検証結果としましては、うん、大人の恋愛は 若年層と同じく「手をつなぐ」から始まることもありそれ以降のことは「早く深く落ちるが」がその深さは自分たちで決められるということです。他の投稿者の方々のお話に比べてあまりスパイスが効いていないこんな小さな秘密のお話ですが皆さんから それもいいんじゃないと笑って背中を押していただけましたこと、少し救われた気持ちになりました。うん、大変ありがとうございました。うん、以上現場の電柱から七十センチの隙間からの中継でした。なるほど。まあ確かにね。それはもう本当に人それぞれっていうのはもう、はい。その通りですよね。ねですね全員満たされてるわけですからね。ね満たされてるんでしょうね。 あれ先週だったかな別の人の投稿で体でいくっていうより心でいくっていうのがあったじゃないですかそういうのもあるしらまあ精神的にね満たされてるっていうのは一いいいいんじゃなやちょっと映像が浮かびましたもん7 0ンチね。 どっちかが兵平昌恐怖しかったな。<laughs> まあね、<laughs> なんでそんなこと言うねん <laughs> ごめん。水さん、最初悪かったか。そうですね。あと、まあ、ぽっちゃりしてたらね。<laughs> 無理ですしね。出てこられへんがない。<laughs> プーさんになりますね。<laughs> いや、もっと深く、関係なっても、満たされない方はいっぱいいらっしゃいますよ。そうですよね。う でもここでもうお互いこれでやめとこう、うん、で満たされてるってのはすごいですね、うんうん。すごいですね。特にそういう更年期とかそういうのがもう自分もそうあ該当するなっていう年齢になったときってそこでの見極めっていうのは結構いるやろうね若い頃って勢いとかそういうのあるじゃないですかそういうものじゃないもんね。ねでお互いがここで っていうバランスがちゃんと保たれてるじゃないですか。ええ、そこがちょっとでも違ったらね、ね一ミリでも違ったら。えってなりますよね。うん、変わりますよ、うんうん。まあ。ちょうど。バシッと。あったんでしょうね。今後どうなるんでしょうね。こうやって時々大手手繋いで。うんうん、まあ隙間かどうかは知らんけど。うん、まあ隙間はもう。<laughs> そこで止まる。まあ一回止まるんですかね。 今のリズムとか、うん、まあ何心の、まあまあ自分まあ、それぞれが波長があるじゃないですか合、うん、ってる間はそれでいいんじゃないですかいやーすごいですね若い人の中若い頃から貪欲で、うん、まずそれありきとかっていう人もいれば、うんうん、やっぱり若くしてもそ,ういうそっちを優先するっていう人も 多分いたでししょうこれがもうどっちが正解とも言えないんでね何が満足かって言ったら別にそれはね。えーえー すべて行くことだけが満足だけじゃないですもんね。それ対局にあるのが例えばあのえっと七十歳の女性がいたじゃないですか。ギンギラパラダイス。ギンギラパラダイスそれだけがもう心はいいと。まずそれや。っていう人とこの今回の人あのごし、あの男の人と絶対合わんやん。それは。まあ合わないですね。理解お互いに理解せえへんし。それもまあその通りやなと思う。うまい具合にだから。 ね、そういう人と出会ってねある意味深いですよそんな、うん、いや深いなと思いましたね。投稿も、うん、社交クラブならではでよう、ね、そこまで言ってくれるなと思うんですよ。はあ、ここまでっていう話し合いもちゃんとできるっていうのがね。ねえ いい関係ですよ。すごくいい人に巡り合いましたよね。で、なんかふとした瞬間に、なんか満たされた思いになるでしょうね。それいいね。そう。これは、あの薄いじゃないんですよ。これはもう全然薄くないんですそうん。いや、ありがたいという。だから、あのラインのね、ラインエッジの時に、もう、もっともっと他の人の、あの。 投稿してください言ったらちょっと下品やな違うなってなったじゃないですか。本家はやっぱりそこまでの表現はしてないけどもあいいよねっていうなんかそれに似てるというかこの二人の形はすごくいいなと思います。まあ直接的でないんですよね。でも心は心はしっかり結ばれてるね。なんか満たされますねこういう話もね。 もう一つ行きましょうか、はい、男性の方です熱き心さんです<ー>この前からおしゃれなカフェに行っているのですが日曜日だけお店にいる40代初めの女性店員さんがいます少し仲良くなったので旦那さんとの夜の話を聞くと たまにあるとのこと。いいな、少し仲良くなっただけで、そこまで聞ける。まあ、最後まで聞き放題。ええ。ほんで答えても、またまにあるよ。確かにな。のね、どのタイミングで聞くんやろね。ね<ー>カフェで。<laughs> まあ、カフェ、飲んでへんのにね。<laughs> さらに、彼氏もいるよ。 <と><お>さらにさらに後日「第2の彼氏もできました」と言うではありませんか「うん、私もワンチャンある?」と尋ねると「うん、そのうちね」とさらっと流されました、うん、し, <laughs> しばらくして近況を聞くと「2> うん、第2の彼氏と喧嘩して別れた」うん、とそこで改めて「私も仲間に入れて」と言うと「昨日は彼氏と第2の彼氏をはしごしたから疲れてんねん」うん、と言われました。うん また次の日曜日に今日はどうと聞くと今日はあれ始まったからあかんと流されました、うんうん、この女性は私のことをどう思っているのでしょうか本当に私にワンちゃんはあるのかないのか皆様どう思われますか、うん、女性の気持ちを古川さんにお聞きしたいです私はからかわれているのでしょうか教えてくださいああ古川さん聞かれてますよねうん。 まあこれはですねどっちとも取れますね<ー>あの話に付きあって流されてるとも取れるしそのすぐにガツッといくのもやっぱりそりゃあんまりよろしくない<ー>ちょっといきね誘われてはいはいっていくのもなっていうのもあるじゃないですかなるほど私そんなに簡単じゃないのよっていうちょっと溜めてる状態ほんまに嫌やったらそんな話。 うっ、ん、てこないかなとも思うので、うん、ちょっと聞きすぎでしょでも <laughs> この人も毎週聞いてもどうやった、うん、今週どうやったんた,ただ、はい、ペースはこの女性の方にあるじゃないですか、うんはい、で、えー、確かに男の人厚き心さんががんがん聞いてるんですけど、うん、そういう状況っていうのは、うん、その女性の方がうまい具合に作ってるんじゃない、うんうん 聞けるような状況そうですね旦那さんとの夜の話を最初に聞いたのはやっぱそう流れになってたんですかね。で彼がいるっていうのも明かしたのも彼女第二の一人いるなんとなく年取ったらギンギラパラダイスになっていくうなタイプのタイプですね。 でそうすると厚木心さんにも目がないわけじゃ全然ないなかったらほんまにそんな話しないと思うのでそうですよねものすごいタイプやったらすぐ行ってると思うんで向こうがそうそうそうもうちょっかい引っかけて来てるだと思いますそういうことかだからこの人もいいかなぐらいに思われてるかなと思いますものすごいタイプやったらこういう女の人はもうそれはすぐビームすぐ行くそんなビーム感じたことない 父の彼氏に昇格してると思う。<ー>そうだと思いますよ。はしごした次の日でも関係あれ。<laughs> そ,うそ,うそうそう。な、まあ、絶対関係ないよね。えー、<も>そう、思います。だから、まあまあ、もうん、ちょっと温めてるかな。だから、熱き心さんがあんまりガツガツせんほうがいいね。はい、逆にね。逆に。優位にた、出せてあげてる。え、どっちや。<laughs> なんかちょっとすかすではないけどもあそうなんやって普通に相手してがっつくそぶりは見せない方がいいかもねちょっと引いてみた方が「あれ?」ってなるかもしれないねいけると思ったのにあれっていうそんな会話にすぐなるってすごのはすごいなすごいなおしゃれなカフェでそうですね はしごもなかなかですね、うん、はしごって言えるところがねオープンですねしかも別れたんでしょ、うん、2> 第二の彼氏はね,氏はねでも彼氏がいて旦那さんがいます、うん、でも枠で言うと一個空いてるんですよ、はい 彼女の枠はつあるとしたらね普通だからやっぱりそうです三3つある枠のうちお一1個なくなったもうちょっとチャンスないかなってここでガッツくとあかんあんまりかぶせん方がガッツき方のね力強さはどの辺か分かってないのであれですけどまあジャブは打っとかんとあかんのはあかんと思いますね。通ってください ね、まずは、そうですね。日曜日ごとに行って、そんな客ばっかりたらどうします?。うまいこと。あの、気付いたら、え、みんなそんな感じで。そうそう。もう、その女の人、忙しいと。忙しい。どれにしようかな、次みたいな。ちょっと覗いてみたいね。そんなカフェ。そうですね。どこやろう。どこやろうね。行ってどうすんねん。はあ、楽しそうですね。 タイプの人が来るのをこうやって毎週日曜日いて待つっていうね。ねなるほど。えー、な、えー、な、なんかええー、ね働き方ですね。そうですね。うん、でちょっとオープンに会話して、うんはい、向こう乗ってくると。まあ、その中でタイプ見つけて見つけてね、はい、見定めてね。はいうん、あ今日まあちょっとそんな気分やし、うん、この人嫌いではないから、ウィップ一本釣りされるね。うん、はあ。 もっといい感じの人来たわこっちにしとこうもうあとちょっというところまで来てたもうあと半年ないわまたいいの取り合い付き合いというか出会いというかあるんですね転がってるな あなたの周りには転がってませんね。転がってないですね。えー、<laughs> その s v r 持って街に歩いたらよろしいやん。ええー、歩かしてもらいます、ね？なんか指にはめてこうくるくる回しながらね <laughs>、うん、<laughs> か。突されて。わーみ、ね、分かる人には分かるっていうね。あかんのかなこう突抱されるのかな。いや。ま一応そんな本当に見た目はね。分知らんかったわかんないですね。線抜きですよ。線抜きですけどね。 まあ知ってる人が見てこうこうこういうものを持って歩いてますって言われたら、うん、警察したらちょっと動くんじゃないます動くよね,す,ねすみません今ちょっとあの山博が <laughs> なんか線抜きみたいのをブラブラさせながら歩いてます <laughs> 気をつけます、はい、えー、皆さんもおこの山本社交クラブにもどんどんお寄せくださいありがとうございました山博のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています ピカイチ価値観調査これドヤね。えー、入りましょう。水田市のメインさんのドヤ念です。ラーメンを食べるときスープはどれくらい飲みますか。うん、A 少しだけ、B 半分くらい、C 飲み干す。最終的にってことですね。そうです。ラーメン食べるときスープは A、うん、少し、B 半分、うん、C いい全部。 むずいなむずいですかむずいなそうですか体調とかそうですねラーメンにもよりますしねそうそう飲み干せるラーメンもあればちょっと無理っていうのはあるし好きなところのそうやって全部飲み干せな。からなラーメンによってちょっとタイプも違うしじゃあ平均でいく平均だいたいだいたいでいこうはい

理想はねでも現実は半分くらいそう、ほんで喉からっからなるでしょ一日そうなんです後からね来ますよね辛っからなるからあのスープは来るよ鍋食べた日でも夜水飲んでしまうぐらいだから夜中起きたりしてねこの間さものすごいラーメンに当たってしまって いやーカウンターだけの店で食券買って、はい、システム知らんくって、はい、で今、マスクしてるやん、店員さんって、うん、なんか問いかけられてんねんけど、うん、何言ってるの分からへんがって。うん 初め僕分からんルールが「肉何ですか?」って言うから「肉入れていいですか?」もて勝手に解釈してそさんどうぞそれ前喋っとるからあれここで言ったの山日会議で言ったんちゃう山日会議で言ったの全員が顔見合わせてたわ もう,止めうなやっぱり一日二本やってただあかんなか <laughs> <laughs> あれあれもう間違いないな周りの人あみんな思ってるな <laughs> <laughs> どこで最後まで言います <laughs> なんかさ二週連続じかチてるニンニクたっぷりのねニンニクたっぷりたんでもうちょっとっ、ね、まだをまだ忘れられへんわ。うん そうういのを求めていったわけちゃうからそういうラーメン屋さんに行ったわけじゃないからね時間を置いたら懐かしくなったこともなくないねあれはその時のうわって来たのがまだ思い出されるので僕はちょっとごめんなさいですねそっち系は言いましたっけ言いいましたたた聞会議じゃなかっですね いやでも年齢的なこともあるんでやっぱりそのね飲み干したいけどちょっと残す,、はい、すいやそうやは罪悪感あるんですけど、ね、残すのはね,これはねでもね、うん、あ,のあれはつけ麺の、はい、残ったし残ったのにスープ割りスープ割りって全部用のまんねんな僕最近もしないです で飲み干されへんからその濃いままのをちょっとだけ一口ギュッと飲んでそれぐらいでちょうど終わ最近ちょっと俺ラーメン屋さん行きましたですねもうええもうええ回目はいどうも今日もお疲れさましたお疲れさましたすいません価値観調査の中で僕あのラーメン屋さんいつ止めようかなあれ止めんといこうかな反応見ながら あ俺、なんかちょっとやらかしなことはすってないですけ最近ですよ最近最近ですえっと4月です4月の下旬ですじゃあえっと月ぐらいかゴールデンウィークの直前やったの覚えてるんでなんでそこに行ったかっていうことも覚えてるんで場所言いませんけどはい間違いないです4月の下旬です いや我々もすごく新鮮だったのでまたまたあらもれが例えば1年ぶりに聞いたんやったらそこまで思わないですけどまだ全部保った状態で来たのであらまあやりますけどねちょいちょいほんまに「山ま会議」と「ピカイチラジオ」どっちでいったっけ っってていうのは思ってますけど、うん、もう行ってないっていう時が多いんで今日はそんなことも思わんと、うん、普通になんか流れで喋りながらそうですね今自然な流れでしたから、えー、余計ねそうですね、うん、<laughs> 本当にね先週はちょっとあの正のことで初めたきはい、はいうん 今日はラーメンで終盤に恥をかくっていう疲れてるのかもしれないですねちと2分ぐらいのところねもうちょっとやってね。そこさえ耐えりゃ今日もいい感じで放送もできたし気分よく帰れたのにこんなもん飲まないやってられるんですよねこの後ねそれでまあ僕にねスッチがやってきてくれたこれです中はもう見せなくていいんですか見せない方がいい見せないほがいいですね あ、栓抜きです。はい。すごくおしゃれな。おしゃれですね、今本当に。形も色もいいです。うん。これを。まあ。ヌチャヤ町あたりで。ぶラぶラさすが。捕まるね。ほんまに捕まるね。栓抜き。栓抜きや。知ってる人が見たら、あれってなるから。それはしません、しませんから。無茶はしません、もう六十一ですから。はい、わかってますよ。やりますか。はい。 <laughs> ではお疲れ様でした、お疲れさまでした。<laughs> <laughs>